鼻ほじりをする男性。鼻ほじりまたは、鼻くそほじりとは、鼻の穴に指などを差し込み、鼻くそをかき出して、鼻の穴の掃除をする行為のことである。より広く、鼻孔から、鼻くそや鼻水を取り出し、親指と人差し指で小さく丸め、その後で食べたり、すりつけたり、弾き飛ばしたりする技術と定義することもある。ダブルスピークとして、ビーじりとも呼ぶ。 キリンは手を持たないため、舌を使って花をほじる。手の指などを、外鼻孔から鼻空に挿入し、爪などで、鼻空内壁をかいて、付着した花くそを取り除く。使用する指は自由であるが、外鼻孔を通過できる細さであることが必要で、画像のように人差し指を使用することが、比較的多い。指を生で挿入するのではなく、ティッシュペーパーやハンカチで折ってから挿入する方法も、 ある。ただし、ローランドフリケットによれば、生の方が気持ちがいい。指を使わずに道具を使用する方法もある。インドのチッタランジャン・アンドレードラの研究では、8割のものが指を使う一方で、残りのものはピンセットや鉛筆を愛用していると回答している。ほじって取れた鼻くそは、ティッシュペーパーなどで拭き取るほか、髪がなければ服などになすりつけたり、弾き飛ばしたり、 人によっては食べたりする。アンドレードラの研究では4.5%のものが鼻くそを食べると回答した。別に約10%というデータもある。しかし、鼻くそを食べているものは実際にはもっと多く存在すると見られている。体の自由が効かない場合を除いては、通常は自分の鼻は自分でほじるもので他人にほじってもらうことはない。これは 耳かき専門店が存在する耳かきと比べ大きく異なっている。なお、一般に大人になってから花ほじりを始めることは難しいと考えられており、ローランド・フリケットは花ほじりを楽しみたい場合には、なるべく幼少な花ほじりの明確な起源は明らかではない。少なくとも19世紀後半の絵画には花をほじる少年が登場している。1585年に、 ルイス・フロイスがまとめた日曜文化比較にも記載がある。人に近い動物である猿の場合、花ほじりをするのは鼻空内に炎症があるような場合に限られ、趣味的な花ほじりをすることはないだろうと言われる。現代においては、花ほじりは、性別や年齢、社会的階層に関わらず、幅広い人々が癖として行っている行為である。 アメリカのウィスコンシン州で行われた成人1000人を対象とした研究調査では254人から有効な回答を得ることができ、うち91%が現在も鼻ほじりを行っていると答えた。他方で誰もが行う習慣であると認識しているものは75%にとどまっている。インドのバンガロールにある国立精神衛生脳科学研究所のチッタランジャン。 アンドレードと B。アンドレードらによると、調査対象の二百人の生徒のうち、鼻ほじりをしたことが一度もないものは、わずか四パーセント未満だった。半数の生徒は1日に四回以上鼻をほじり、特に七パーセントは1日に二十回以上ほじるよと、答えている。鼻ほじりの動機については、半数以上が鼻の、つまりや、かゆみ、不快感を除くためと答え、その他、 約11%は美容上の理由を挙げ、別に約11%が単純に楽しいからとしている。アンドレードラはこの研究成果により2001年のイグノーベル公衆衛生賞を受賞している。花ほじりは会社の方針に必ずしも反するものではないが、大企業では品縮を買い、花つもみ者とされるだろう。社会的には多くの文化圏において不潔で、 行儀に反する行為であると評価されているこの点同じ顔の器官を掃除する行為でも歯磨きや耳かきとは異なっている日本では人前で鼻をかむことも不行儀とされているが鼻ほじりはそれ以上に重大な反社会的行動とみなされている保護者や幼稚園教諭にとっては子供の鼻ほじりは好ましくない気になる癖の一つである地鼻科や小児科には うちの子が鼻ほじりするのを止めさせたいという相談がしばしば寄せられる。鼻ほじりは医学的には危険性はあまり高くない。しかし、全く無害でもない。鼻ほじりは爪で鼻腔内部の皮膚や血管を傷つけてしまう恐れがあり、しばしば鼻血の原因となる。深く指を入れすぎたり、強くほじりすぎたり、道具を使ったりすると鼻血を起こしやすい。 2008年にはイギリスで63歳の男性が鼻、ホジりに起因すると見られる出血で死亡した事例があり、最悪の場合、死に至る危険性もあるのを知っておく必要がある。ホジリすぎにより、左右の鼻空を分ける鼻中核に穴が開いてしまう鼻中核先行を起こすこともある。前述のウィスコンシン州での調査では、有効回答五十四人のうち二人が鼻中隔 先行の発症者だった。鼻ほじりの習慣は、感染症の接触感染を招く危険もある。2009年の新型インフルエンザの流行の際には、鼻ほじりを介した感染への対策として、手の洗浄、消毒が呼びかけられた。鼻ほじりそのものも厳禁された。何らかの精神疾患の症状と評価すべき場合があるとも一部では主張されている。 ライノティエレクサメイニア、ティリスタイ、エクソ、マニアとの病名が提唱されている。花ほじりは、日本の漫画などにおける表現では、同時に言っている行為に、あまり集中していないことや、対話の相手や話題への関心の薄さを示す態度、あるいは、相手を小画家にした態度として用いられる。文章上では、実際にはほじっていなくとも、片手まで、いい加減に、の意味で、 花をほじりながらと慣用句的にも用いられる。また、花ほじりが主題に関わる作品として以下のものがある。ありがとうございます。